今世は大海賊時代。ひょんなことからクルクルの実を食べて天パになった主人公銀さんは、全てを金で解決するために海賊王の秘宝を探す旅に出る。成金王に俺はなる。2年後、ジャボンディ諸島で再会した3人はついに天下一中忍ハンターヒーロー試験を受けるのだったが、だねーよ。認め、絶対認め。じゃあお上のあれどう説明すんですか。いや、俺もまさかとは思ったけどな。どうやら俺の勘が当たっちまったらしい。あのお上、スタンド使いだ。違うだろう。あんなスタンドあるかボケ。なんで、なんでこんなことに。こんなの僕が望んだ結末じゃない。僕はただ父上の意志を継いで道場を再興したかっただけなのに、立派な侍になりたかっただけなのに。何なんですかあの人たち。家がめちゃくちゃ。何回壊れるんだうちの玄関は。おい、どういうつもりだ。さっさと俺の腕から離れやがれ。お前を追ってきたんだよな。あれ、俺たちまで巻き込むつもりか。こら、おい返事しろ。返事がない。ただの屍のようだ。ザオリック。復活しました。復活しました。目覚めよ、姫氏。内なる力、解放する時がついに来たのだ。うるせえな、誰だ妙な目覚ましかけたの。すいません、聞いてください、皆さん。目覚めろっつってんだろ。いい加減にしろ。なんで異空間で二度寝。少しは空気読め。なんかいつもと違う感じくらいわかるだろうが、バカ者ども。誰ですかあんた。わからぬか銀時、我は常に汝と共にあり、幾多の苦難を振り払ってきた汝の刃。我が名は東野子。まだお前は強くなれる。まだお前は私の力を限界まで引き出してはいない。強くなりたいか銀時。いや、いいです。行くか。忍者戦隊五忍者マイル。おめでとう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 ね。おめっとさん、ありがとう。ザグルナ、このままじゃ俺たちまで殺人犯だぞ。離せ、早く。この装備は呪われています。捨てられません。捨てられませんじゃねえよ。お前みたいなもん装備した覚えねえよ。装備を外すには最寄りの教会に行くか、 ATM で300万を下ろして私に振り込んでください。どんな呪いの解き方。最強のスタンド倒さく。戦う前からわかる、この空気を伝わる邪悪な気。こいつは今までの他のスタンドとは全く別物だって。ほら、なんかゴゴゴゴって見えるもん。あれ、あの漫画で見たゴゴゴゴゴだよね、あれ。しかし私のこのパワーを目の前にしても、そんな態度が取れるでしょうか。では見せて差し上げましょう、この私のフルパワーを。恐怖に声も上げられないようですね。覚悟はよろしいですね。では行きますよ。あっ、ほらタバコ出せ。てめえ持ってんだろ。まさか貴様、あの時たった一人で私に挑んできた地球人の息子。いや、そんな。誰だよこれ、全然似てねえだろ。これ以上この番組の人気投票、いや、この醜くも美しい世界を奴ら下道の好きにはさせん。行くぞ闇将軍家康。シリコ玉を抜かれそうな人がいるわ。無理だね、どれだって容赦しない。
びたリーは魔法熟女二人はターキはシルバーソウル。カグラ、焼けたぞじゃなくて聞いてますか人の話。ケンタ、あのそのはっ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 、大将おいしい干し肉もあるから大将もおあがんなさい。いいのケンタ、こっちよ。うわーい、エクン、あれあがほら、受け取れ。全然違うんだけど、タバコよこせって言ったんだ。なんだこのズルズルのボール、気持ち悪っ。それはズルズルボール、7つ集めるとズルズルの竜が現れ、何でも欲しいものをズルズルにしてくれる不思議なボールだ。なんでズルズルなんだよ、ほとんど嫌がらせだろうが。堅物キャラは俺だけで十分だ。今すぐ独眼竜キャラに改変しろ。野牛筆頭として英語を駆使し、馬をハーレーのように乗りこなし、レッツパーリーしろ。断る。ロン毛はおとなしく滝に飛び込む。ロザン昇竜派でも得得してくるがいい。ブローデー、はい、ドリアーイ、ガムガム、キーハー。今年度最高のファンタジー、銀魂ザムービー、つかめドラゴンブリーピース。銀魂ズルズルボールさえあれば、グリリン。ねえ、何やってんですかあんた。グリリンを生き返らせるんだよ。何者だ。ただのしがない配管工さ。あれ、ひょっとして世界で一番有名な配管工マリュ。マリオじゃない。カズマ。土方はん、オタクはレッツパーリーしなくていいんですか。本当はあんたが一番レッツパーリーしたいんちゃいますの。ミキに向けてうずうずしてるんちゃいますの。何が言いたいんだてめえは。これ以上世界を崩壊させかねえ発言は控えろ。もらったー。うわー、でかっ。まだまだだね。うわあ、これはおずちゃん。お前は謎の影。本当にいた、本当にいたよ。おいおい、お前とっとと正体現すあるよ。いえ、私生まれつきこの姿のアマントなんですけど。え、どういうこと。どういうことと言われても困るんですけど、ライトが当たったからってこの姿が変わるわけじゃないってことでしょうか。握手だけでも根っからの弁天堂派なんです俺。つーか、どんだけ食いついてんだよこの人。そいつは偽物だ。本物はあっちだ。お前らヒゲがあったら何でもマリオか。バカかお前は。あれは弟さんのルイージさんに決まってんだろ。緑色だろうが。ゼガハは黙ってドリキャスやってるボケ、チェンマーの続編ずっと待ってるボケ。来ると思っていましたよ。なんてこった、さすが旦那だ。全部お見通しってわけか。死んだ仲間の敵討ちというわけですか。マスカットよ。は？マスカット？マリリンのことか。フリーザーとかビス。もうこんな醜い争いはやめようや。みんなダイヤモンドパフューム、みんな1位でそれでええやないか。叫んな。なんだその衛星人類補完計画。碇司令は認めても俺は認めねえ。私がセロでブラー。もういいよ、しつけんだ。どうせ投げんだろ、飽きるわ。ほらボール出せ。スーパー地球人の細胞を取り込んだ。
この私が負けるとは。ハットナ！だから誰だよ、なんだよそのスカルターのパチモンはよ。腹立つんだよ。このボールを使って竜を呼び出し、私の代わりに願いを叶えてくれたまえ。私の願いは童貞卒業。なんでお前の願いを叶えるみたいな話になってんの。しかもなんちゅうしょうもない願いを叶えようとしてたんだよ。逃げてくだらねえ。